トールイ氏は、蘇生式紙を読んで表されるトリウムのネソ計算塩鉱物である。正方明ら系で、ジルコンやハフノンと同系である。最もありふれたトリウム鉱物で強い放射能を持つことが多い。命名は1829年でトリウムを含むことから名付けられた。トールイ氏は1828年に、ノルウェーのラボイア島で、牧師。 鉱物学者のハンスモルテン・トラーネ・エスマルクが採取した黒い鉱物の標本を鉱物学、地質学の教授であった父・イエンス・エスマルクに送ったことで見出された。プラハ自然博物館に展示されている、透類石緑色の透類石の結晶透類石の標本は主にヒナリーワペグマタイトや火山採雪岩、熱水鉱脈や接触編成岩に付随して見つかる。また、 細節差のように細流となることが知られている。結晶の形を保っているものは稀であるが、両端が角水状の単中状の整った結晶が見つかることもある。ジルコンやモナズ石、ガドリン石、フェルグソン石、センウランコウ、イットリア石、パイロクロアと随伴することが多い。トール石は現在では重要なウラン鉱石になっている。トール石の変種で、 しばしば裏の糖類誌と呼ばれるウラン含量の多いものはカナダのオンタリオ州バンクロフトでの主要なウラン鉱石である。他には大々色を呈するオランジャイトや不純物としてカルシウムを含むカルシオ糖類誌がある。糖類誌はメタミクと化を受けたり水和していることが多く、肉眼では糖方症や気象質に見える。構成元素の際により比重は4.4から6.6。 グラムマイ立方センチメートルと広い範囲の値をとる。モースコードは4.5でガラス光沢、または樹脂様光沢を有する。色は通常は黒であるが、茶色がかった黒や大色、黄大弾色や、新緑色の場合もある。トール石は強い放射能を持つため、標本はしばしばメタミクと化している。これは放射性鉱物で見られるもので、自らが放つ放射線により、 結晶構造を破壊してしまった状態である。これにより外観は変わらなくとも結晶構造が完全に破壊されることもある。ありがとうございます。